my half-heart battle, which we talked about for like an hour on Famicast 118. Ty, how are you feeling for the game? Cautiously optimistic. Actually, I think it's going to be pretty fucking random. Nice. We'll see how it goes. Yeah, it's pretty cool. We're in the kind of retro game-ish area, Dreamcast, Super Famicom, all kinds of crazy shit. We got a nice original background. Well, we wish you all the best, Ty. Famicast represent. Yeah. We're going to get the big time if you win. Don't let me go 2-0. And out. はい、比較で攻めっ気がありますね。1P 側が、キャットトラックさん、2P 側は KER さん、 K さんと言ったらいいですかね。さあムースと玄馬の組み合わせ、海外からもエボリューションジャパン来ていただいております。さあしっかりジャンプを看板に落としていく。リーチが長いので対空にも使えます。突進で百裂暗記ですね、ボタン連打で出す攻撃です。密着で強で出せば結構あの隙はなかったりはします。さあ1ラウンド取るのは KI さんのゲンマ。さあ第2ラウンド、さあ招き猫と暗記を出して、さあゲンマに近づかせない。さあここで一気に隙を伺っての大突進、一度近づいてまたですね、離れないようにするのがやはり現場なんですけれども、ムースはこの中間距離の立ち回りが非常に強い。高爪剣発生が超速いです。この高爪剣、高爪剣を落とす。甘いジャンプはしっかり落としていく。現場鉄球最大4ヒットする鉄球、ちょっと今のは打点が高かったので危なかったが音神はない。ここもしっかり投げ受け身をしている。高爪剣しっかり見てから反応。1ラウンド取るのはキャットダックスムース。海外勢もちゃんと練習してきますねこれね。見てからちゃんと高爪剣出してます。さあさあ上から降ってくる高爪剣。さあこの鉄球が漏れたが今の現場の投げ回り怖い怖い。さあちなみにさあ清流と垂直うまい、これは垂直攻撃かなり有効です。高爪剣は上段判定、このゲーム中断はありません。高爪剣しかもこれ3フレ発生です。めちゃめちゃ早いです。ほとんどの攻撃通します。勝ったのはムースキャトラックス、おめでとうございます。Drugs wins it! Woo-hoo. I didn't go 2-0. Nice. It's so fucking good in every game ever made. Keep going, champ. Yeah. Probably weird for like a little bit. But yeah, that first round was kind of gross. Like, okay, so it's extremely hard to see that dash coming and react to it. Because, like, the startup animation, it just looks like he's crouching around everybody, but he's like, and that beats a lot of everything. But, you know, he started jumping, he started hitting buttons, and, you know, there's no walking speed there. So, but once Moose gets in the air, he has a lot of freedom of movement because the dive kick will change his direction in midair. So I can just kind of, if I see a jump coming in, I can just kind of jump back and then dive in on him. And that beats all his stupid shit. And then, like, if he jumps in on me, like, I'm usually able to just throw him. All right, I have to go to the bathroom. Yeah.
はい、ということで、1P 側がムース、 2P 側がシャンプーですね。ムースは飛び道具とこの牽制で相手をさばくタイプ、それをかいくぐってシャンプーは押していくようなファイトスタイル。さあ低空高詰めで取っていくのはムースですが、追いかけていくのはシャンプー。まだまだ一気に取っていけばペースを取っていけばいけるが、ムース側の高詰め剣がうまい使い方をしている。さあ飛び道具で釣り出して空対空で1ラウンド取っていくのはキャットトラックスさんのムース。さあ懐に入るが、ムースがうまく高詰めと空対空でさばいていく。それを2段ジャンプで超えて投げでダメージを取っていくのは、ティーフロートさんのシャンプー。さあ2ラウンド目はさあ牽制からダメージをお互い取り合っているが、今ムースの方が今さばいてさばいて勝利目前になっておりますが、さてどうなるか。猫を飛ばれるが、うまくさばいて勝ったのは、キャットトラックさんのムース、おめでとうございます。しっかり練習してですね、来ているのかなというのを見受けました。リバーさんも先ほどのさあ戦いぶりはさあ見事と言ったところ、今度はムースとゲンマの対決。コバンコバンから大足払い。さあしっかりと、さあ牽制見せておとなしくなったところに百貫。いいですねこのゲンマ、しっかりどっしり構えて相手の隙を伺っています。ゲンマといえばさあこういう立ち回り、ケイランゲンが引っかかる。しっかりジャンプを見てから高爪剣。さあムースのしっかり強いところをゲンマに押し付けている。海外勢侮れませんね。ケイランゲン。さあ看板を見せつつ、さあ圧をかけているのはゲンマだが、さこの間合い、さこれ相打ち、これムース負けたのかな今の。しかし高爪にいれば、さここから投げ合戦はムースさすがに嫌がる。ケイランケン突進に合わせる。勝ったのはキャットラックさんのムースです、おめでとうございます。Hell yeah. Hey, how you doing? How are you? Yeah, good, thank you. Feeling pretty good. That looked as easy or easier than the last guy. Yeah. I'm glad I fought another Panda player first round. So I had formulated a pretty bulletproof plan against Panda there. Like, you know, he's not going to try that tricky dive move anymore. You know, you can see that coming. Right, okay, so I want to pressure him with the projectiles, so he'll want to jump. So I'll, like, throw a couple to build an expectation that I'm going to throw a third one. And then when he jumps, I just back jump and dive kick into him. Right. And that's GG. Dive kick to win. They heard it. Yo, it's the chess of games.発砲弾に出して刺さりやすいので、ただジェットアタックをいかに発砲台からで返せるかどうかっていうのも変わってきます。さて、試合に戻しましょう、キャッチドックスさんのムース対、カゲロウさんの、シャンプー。さあこれ猛撃突進反対してジャンプしていく。さあ高爪剣、基本的にはムースが後ろに下がりながら戦うような形になるとは思うんですが、しかし高爪剣があるのでシャンプーも、安易に間合いを詰めるとやられてしまうと。さあ高爪、この高爪剣が非常に強い。大足、さあ、ケイラン剣のレベル1を投げて、さあ、これで高爪剣、そうですね、高爪剣の打ち方が非常にうまい。高爪、そこ、高爪剣が低空でも出せるのですが、しかし、めり込んでしまうと投げられてしまう。
さあ、ケイランケン。さあ、ムースは一つ一つの立ち回りにリスクがあるので、そこを突かれると非常に痛いのがムースのでかいところ。さあ、ダイエスを差し込んで、まだ体力が右に残っている。さあ、高詰めに対してデュープレスト客投げて、受け身は取れない。最後は密着状態で投げて、キャッチロックスさんのムースが一本取っていく。さあ、第2ラウンド、まずはダイヤシ、これ思ったより見た目より長いんですね、このムースのダイヤシは。さあ、後ろ流れて、ケイラン剣がジャンプに刺さっていく。猛撃突進波が刺さって大パン。さあ、画面端、ここをどうさばくか。さあ、ケイラン剣、ケイラン剣、ケイラン、あ、これ高詰めですね。大パンに対して高詰めを刺していくのが非常にうまい。さあ、この画面端だが一気にここで寄られるときついところではあるんだが、そこはしっかりと台足と高詰めで防いでいる。さあ、しっかり守りきって、キャッチドッグさんのムースの勝利、おめでとうございます。これは右京ステージ、意外と経団圏見にくいんですよね、このステージ。さあ、やはり、前に後ろに下がりながら行くムース対、さあ、ここで高詰め落として台足を差し返していく。さあ、経団圏、お、ジャンプ台、高詰めを落とそうとしたところをジャンプ台で落とす、これはかなりの読みがある。さあ、これはヒデ商店しっかり待っていた。台足を差して、さあ、こうなるとムースは苦しい。こうなるとムースは苦しい。最後は高詰めをしっかり待って、飛龍昇天波で返していく。一本取っていくのは優位系の女ランマー。さあ、第2本目、このゲームですね、反応がかなり大事になるので、声で反応することも大事なんですね。そこでですね、ヘッドホンするっていうのも全然ありな選択肢ですね。そして高詰めって声を聞いたらもうボタンを押すとっていう感じですね。さあ、これ無理はしない。さあ、ここで高詰めが当たった、ヒデ商店が出なかったか。さあ、投げて、投げられていく、受け身しか取ってる。さあ、まだ分からないよ。最後は高詰めが刺さって、キャッチドックスさんが一本取り返す。さあ、黒船がランマ主催を倒すのか。さあ、高速ジャンプに達して高詰め、さあ、高詰め落として投げていく。高詰め、高詰め、ダイヤシケーランケを出して、おっと、さあ、これまだ分からないよ。さあ、めくりじゃなく正面、ここからもう高飛車、高詰め、まあ、めくってガードコンボから4ヒット、しかしさあ、めくりが当たってコパン。さあ、まじめくり大キック。さあ、もう高飛車、まだ分からないよ。こっから最後は飛龍昇天波が刺さって終わりですね。勝ったのは、ユイケイさんですね。おめでとうございます。There was one part where I ate a really bad throw, like I threw too early. My normal strength came out, then I got counter thrown out of that. That sucked. And first round, I ate too many of the columns. That's not good. That's cheating anyway. I was figuring them out. If it was a longer set, I think I could have taken it. So I'm still a loser. We'll see what happens. See if I come back. See what I do.さあ、唯一残った海外勢、キャットドラッグさんのムース、私も負けかけました。スキクズさんはシャンプー、このね、高爪のね、当て感がすごくなんかこう秀でてるんですよね。さあ、しかしその高爪剣を凌駕するジャンプ力を持っているのがこのシャンプー。しかし、キャットドラッグさん、シャンプーにも勝ってたのかな。さあ、とかなんとか言ってるうちに、キクズシャンプーがまずは1ラウンド。
さあ投げて、ショー、高爪、さあ、あの位置のマネギレがちょっと怖い、高爪、馬のはうまい、地対空と投げと形勢が入り混じりまくっている。この技、しかし高爪ここは持って返す。今のはムースがうまく引き分けに持っていったという組み合わせですね。今のはムースお見事というところです。ケランケ、高爪ケン、招き猫からちょっとこのお互いさあ投げ合戦に持っていける状況、投げていくのはジャンプ、2回連続近距離攻撃、ケイランケン引っかかる、一発引っかかったら大きい、高爪剣、ケイランケン、高爪剣は裏に回ってサイドチェンジ、高爪剣投げて受け身取れない、さあどうする、ここでヨーヨー取り返す、キャットダックスムーズ、海外にもランマ勢はいました。高爪剣2連発。さあガードコンボで、まずはさあここで斉藤チェンジ、マネギ猫、高爪剣受け身は、さあここは取れない、鉄球、さあ今のはうまく差し替えました、そして投げ受け取れない、投げ返す受け身取れない、勝ったのキャットラックス、おめでとうございます。いやーナイスゲーム。Come back, boys. Vince人選ですけど。これよくわかんない。ごめんなさい。よくわかんない。さあここの試合は皆さんじっくり見よう。カーポチで見てほしい。ムース東京。ケイランケン、高爪剣しっかり根性切りで落としていく。小ヘラ、根性切り、三枚ヘラ。さあジャンプを主体に立ち回っているところをしっかりと落としていく。さあ招き猫、この前に行こうとした時のこの招き猫に意外と引っかかるんですよね。ただこれすごく勇気のいる行動なんです。高爪剣、今のいい位置ですね。さあ総裁、さあここも総裁、この距離で飛び道具が打ち消し合う、裏に投げる、しっかりここは密着しようとしたところは投げてパックさんの右京がまずは一つ取る。高爪剣根性切り、天かす感触玉、ケイラン剣、さあまずは中間距離、遠距離で様子見したところ同じタイミングで前に進みようとする。やろうとしている狙いどころはまあ大体どっちも似たようなところなんですけれども、さあそこに至るきっかけ作りっていうのはまあそれぞれ違っていると。根性切り、少々3枚減ら、今のは大きい、少々ディレイかけている、高爪剣が踏んでしまう、勝ったのはパックさんの今日、おめでとうございます。いやでもキャットドラッグさんお見事でした。さあ Okay, and that is Ty's final game. Man, we were so proud of you. That was、yep. awesome. That was awesome. And、Ty, did you know you got into like、a Japanese website?、like a recap? Yeah, that's over. Four Gamer? Yeah, Four Gamer. Yeah, they did a nice、article. They did an interview with the organizer.And、I got a name drop somewhere in the middle of the article. Yeah. Check out thefamigast.com. We've got that translated for you to read. And that was pretty cool. And also, like, we're all on the stream as well. They had as you saw in this video, they had a full stream of the whole thing. So that was pretty cool. And my stupid face popping in from time to time, videoing、
Ty. So I was gunning for you, and I thought you were gonna take it at the end. It was getting pretty nail biting, wasn't it? Yeah, it's pretty. Like I wish I had more time to practice so I could figure out some more matchups. Yeah, maybe people. You should tell people. I mean, when did you actually start practicing for this game? Well, you know, I played it all the time when I was like a middle school student, right. And then like 30 years ago, I spent maybe like hour and a half combined, maybe looking stuff up for the game and practicing and trying things. Right. So you were using the character Moose. Yes. Which got, yeah, people were commenting on that in the Japanese Twitch stream. There were, you know, people commenting on the fact that who's this foreign guy choosing Moose? And one guy, I remember, he said, like, man, what is this world coming to? There's a foreign guy playing Ranma. You know, yeah. Like, he was like so confused, like, what's going on? Hey, it came out in the US. Horrible box art and all. That's right. And Europe, amazingly. So, yeah, so that last guy, I mean, it was pretty close, right? No, the one I actually lost, well, it felt one-sided. I don't know if it actually was. And that guy went on to win it, or? Yeah. Right, it was kind of an older guy, wasn't he? The winner. He's probably been playing it nonstop since the game's release. Right, same. And there was another guy who was actually helped running the stream. He entered as well, didn't he? Yeah, that was actually the TO. So that was the guy that put me in losers. So like I lost to the guys that got first and second. There you go. And I think officially you were fourth. Is that right? Or yeah. Yeah. So yeah, that's nothing to sniff at. And be cool to. You want to try again next year? Oh yeah, for sure. I'm gonna counterpick the fuck out of that guy. We'll get you proper Famicast t-shirt, sponsors, you know, like full jacket and everything, cap, ready for you. Right. Next year. Yeah. if you played me much in fighting games, I'm a notorious counterpicker. So, you are not disheartened. You are doubling down on your efforts. Oh yeah! You will fight and live to die another day. Yeah, me and all those Ranma guys are all following each other on Twitter now. Nice. So I'm definitely gonna scout out the next tournament. You'll hear all about it. Hey, Ranma guy, Ranma foreign guy. That's what you're gonna be known as. Awesome. Cool. So anyway, that's the end of Ty's tournament video, and Ty. Congratulations, question mark. Congratulations. Congratulations. Yeah. I'm e-famous again. Oh, yeah, the Ranma guys, they saw the interview that was on stream. Oh, right on the... And it's like, hey, it's that Ranma guy. And that got like 50 retweets. Nice. Awesome. Cool. Well, keep it locked to Famicast.com for full Evo 2018 coverage in English, the only website in the world to do so. So please do enjoy. Peace. Peace out. Okay, so I managed to reach the grand finals of Ranma Hard Battle. I'm about to play this guy. See how it goes. Good luck.